なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあというわけで今回から戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネルが開設いたしました。よいしょ。このチャンネルではですね、現在東京 MX 作家で放送中の戦国チャーハンテレビというなんとなく歴史が学べちゃう番組があるんですが、その番組をさらに多くの人に見て知ってもらおうという趣旨で始めました。登録者数100万人達成しなくても何もしませんが、達成したら下で何かするかもしれませんぞぐらいの気持ちで見ていただけたら、金継ぐくんとしても本望なんですけどもね。さあそんなわけで、このチャンネルでは具体的にどんなことをやっていくのかと申しますと、毎週木曜日、金曜日、土曜日、日曜日の計4回更新予定となっておりまして、木金土の配信ではオンエアを見ることができなかった方のために、その週の放送からなんとワンコーナーをまるまるお届けします。しかもこの金継くんが登場した歴史上の人物やら史実やらをさらにわかりやすく解説します。そして日曜日の配信の方では番組の人気コーナーであるミュージックトナイトをお届けします。この日だけはこのチャンネルでしか見ることのできない内容となってますので、お見逃しなきようお頼み申しますぞ。急に武将感出しましたけど、そんなわけで今回お送りするコーナーはミュージックトナイトじゃ。天下の織田信長には古将と言われる少年が多数仕えていたと言われている。キングノーの風刺家伝お聞きいただきました。世阿弥さんの高音ボーカルかっこいいよな。鏡のラップもしびれるで。続いてはマンスリーピックアップ。今月のゲストはめちゃくちゃ気が利くと話題のアイドルグループです。気が利くアイドルってどういうことなの？聞いたことないな。気になりますね、うん、さあそれでは登場していただきましょう。うつけ坂49の皆さんです。どうぞ。君がキャプテンね。あ、君か。君がキャプテン。じゃああの子は席順ね、しっかりあるんやね、これを。座った座った、はい、あの、見たら分かるから、座ったってあんま聞かない。それでは自己紹介をお願いします。はい、僕たち、せーの、うつけ坂49です。お願いします。お願いします。初めてなので、一応一人ずつ自己紹介させていただいてもいいですか？人数多いから手短にや。はい、森蘭丸です。趣味は読書です。よろしくお願いします。情報薄いや、言われてる言われてるから。はい、キャプテンの長谷川秀和です。読書が趣味です。よろしくお願いします。はい、菊池代こと堀秀政です。読書はそんな好きじゃありません。なんで読書のこと言うの？大丈夫よ、読書のこと言うの。はい、犬千代こと前田利家です。槍が得意です。はい、自由編みです。茶坊主です。茶坊主、茶坊主。ここまでが天下5です。そういうなんか序列というか、そういうのがあるのね。天下富舞とこれかかってるんですよ。あんま上手ないよ。ここからはメンバー一人ずつ名前だけ紹介していきます。はい、はい、おいだかめです。おいだかめくん、かっこいいな。はい、伊藤彦作です。初めそう。はい、くくりかめです。かめ多いな。はい、加納又九郎です。かわいい。はい、お茶屋小八郎です。小八郎。はい、森力丸です。弟です。おい、はい、森ボーマルです。弟です。二人おる、同じグループ。僕のコネです。あんま言わんほうがいい。はい、桃は川から、愛は小川から、小川愛平です。いや、ぶち込んだな。金森義入です。はい、やっぱ角造すげえな。菅谷角造です。あったな、こいつも。大泉昇七です。ごつつな感じ。はい、武田喜太郎です。不思議な感じよ。はい、大塚又一郎です。又一郎。はい、すすきだよごろうです。はい、今川孫次郎です。孫次郎。はい、祖父江孫です。祖父江さんとこのお孫さん。はい、山田弥太郎です。結構いい。井川宮松です。いい顔してんな。一回だけじゃ覚えれないと思うので、全員のプロフィールをまとめておきました。聞くなぁ。ありがとうございます。
るわ。これはすごい。全員読書が好きかどうか書いてます。ここで皆さんはどういうグループなんですか？はい、織田信長さんの呼称で結成されたグループです。呼称っていうのは武将に仕えて様々な雑用をする仕事です。秘書的なこと。はい、そうです。あ、それで気が利くんですね。でも戦となれば、どうしたどうした、主君と共に戦い、盾となって主君を守るのが仕事なので、武芸にも秀でてなければいけません。あと恋人的な役割も果たすので、ルックスも大事なんです。恋人的な役割。はい、プロデューサーの信長さんとそういう関係です。そういう関係なの？最悪のアイドルグループや。あの、僕は違うの？あ、そうらしいな。そうなんや。そろそろもっとお話を聞きたいんですが、お時間となってしまいました。で、カミングアウトしただけということで、歌の方を披露していただきたいと思いますので、曲紹介をお願いします。はい、今日は僕たちのデビューシングル黒い胡椒を歌わせていただきます。黒胡椒やん。サウンド。それではスタンバイをお願いします。はい、じゃあ行こうか。はい、声、声裏返ってきたぞ。頑張る頑張る頑張る、声大事にね。こんなみんな頑張ってるけど、なあ、信長さんと寝てるんだよね。どういう気持ちであの子ら見といたらいいんやろな。飛び出してたけど、全員織田信長と寝てるわけですからね。そう思ってみてください。複雑や。さあ、それでは歌っていただきましょう。うつけ坂49の皆さんで黒い胡椒。せーの、ミュージックトゥナイト。ということで、今回登場したのは織田信長さんの呼称で結成されためっちゃ気が利くアイドルグループ、うつけ坂49でした。うつけ坂49の不動のエースといえば森蘭丸くんですね。そもそも彼らが歌った黒い胡椒に描かれている信長さんとのエピソードが全て蘭丸くんの実話なわけですから、メンバーはどんなモチベーションで歌ってるんでしょうね。今回は歌詞の冒頭にもある僕は爪を捨てないというところに注目していきたいと思います。ある時、信長さんは自分の爪を切った後、
この爪を扇子の上に乗せて蘭丸くんに捨ててくるように命じたそうです。この段階でなんとなく試されてる感というか、何かのドッキリなんじゃないかとか考えそうですが、そこは蘭丸くん言われた通りその扇子を受け取って捨てに行ったそうです。ところが途中で扇子の上の爪が9個しかないことに気づいてしまったわけですね。そして思ったんです。また1個部屋に落ちているはずだと。どうですか、気が利くでしょう。たまにありますもんね、落ちてる爪を踏んでダッて時。それを気遣ってか分かりませんが、蘭丸くん信長さんの部屋に戻って10個目の爪を見つかるまで探したんだとか。というわけで今回は蘭丸くんのエピソードを少しだけ解説させていただきました。それでは最後にこのエピソードでいく。センスから爪捨てるにもセンスはあり。ではまた明日お会いしましょう。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申し上げます。